年第2回江戸川区議会定例会は6月14日から6月30日までの会期17日間で開会しましたこの定例会では令和5年度の補正予算案など各議案の審議が行われました開会に際し斉藤区長より 政運営についての所信表明がありました先般新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが5類に移行し社会全体が新しいステージに入りました日常生活が戻ってきたと感じている方も多いのではないでしょうかもちろん感染の再拡大を見据え区としていざという時の準備は常に整えております これからも感染状況については注視してまいりますが社会経済が再び動き出し区内にも活気が戻ってきていることは大変嬉しく感じます5月以降はお祭りやイベントが再開してきており4年前と同規模で開催できるようになりました私もさまざまな場に参加をさせていただいておりますがむしろコロナ禍前よりも多くの方でにぎわう中 皆様の熱気を肌で感じ、笑顔を間近で見るにつけ、人との触れ合いや地域のつながりはやはりいいなと素直に感じています。また、こうしたイベントの開催にあたっては、この日のために準備を重ねてきた運営の方々をはじめ、来場者の安全を確保するために交通整理や警備にあたる方、場内の清掃を行う方など、いわゆる裏方の存在が欠かせません。 思えば私たちの生活も目立たないことでも地道にコツコツと積み重ねてくださる方や支える役割に徹してくださる方がいるおかげで成り立っています。コロナ禍を通じて普通や支え合いがどれほどありがたいことか身に染みて感じているところです。また支え合いといえばコロナ禍の3年近くの間に本当に多くの方々から温かなご寄付をいただきました。 計7,400万円以上の寄付金をはじめ物品や人的な応援など件数にして550件にも上る寄付は区民の皆様の命と健康を守るためありがたく活用させていただきました昨今は寄付にもさまざまな選択肢がありますがその中でも区民のために区のためにという優しくまっすぐな思いを込めて 寄付をいただける方が多くいらっしゃることを大変心強く思いますこのほかたくさん寄せられた応援メッセージも大きな励みになりました改めて皆様のお気持ちに感謝申し上げます区内では70万区民がお互い支え支えられた生活を営んでいますまさに共に生きることが 何気ない日常生活の基盤になっているのだという事実は昨年作成した共生社会ビジョンビジジョョンン SDGs のの理念にももつながるものです今年はビジョンの理念を実現するため2100年に向けた具体的なアクションプランを取りまとめてまいりますがコロナ禍を経て共に生きるという考え方の大切さを改めて感じているところです。 では2100年に向けて人物金が減る中で持続可能な苦戦運営を行っていくためにはどうすればよいかその問いに真剣に向き合い時代の岐路に立つ私たちが未来の区民のために今からできることを実行に移していかなければなりませんそのためには区内にお住まいの方区内で働かれている方年代や性別国籍を問わず あらゆる人々の声に耳を傾けることが必要です広報誌や SNS、区ホームページなどを活用しながらアンケート、個別訪問、またタウンミーティングなどさまざまな手段を用いてご意見や提案をお聞きし未来に向けた取り組みを形にしていくことが求められますこれからも人とのつながりを大切にしながら先人たちが作り上げてきたこの住みよい江戸川区を 後世に引き継いでいくために問題に真摯に向き合い対応策を見出していきたいと思いますこのように未来を見据える取り組みを進める一方で目下の課題についても迅速に手を打っていく必要があります中でも特に重要なテーマが少子化対策と災害対策の2点です1点目の少子化対策については いずれか一つの施策だけで解決する課題ではありません出会い、結婚から妊娠、出産、乳幼児期から学齢期に至るまでお一人お一人のライフステージに合わせ施策を展開することが必要です本区ではこれまでも数々の子育て施策に取り組んできましたが今後その数を2倍の50件に拡大し区独自の江戸川50の子育てプランとして包括的に展開してまいります そのの一つが給食費の無償化です2学期より区立小中学校はもちろん私立幼稚園や認定こども園についても実質無償化しますさらに現在給食を実施していない区立幼稚園や保育ママでも無償で給食の提供を開始しますこれによりすでに無償化されている保育園を含め食の観点から幅広く子育て世帯の負担軽減を図ります。また 保育園については第2子以降の保育料を無償化するとともに私立幼稚園や認定こども園についても入園料や保育料の補助額を引き上げますさらに病児・病後児保育の利用料も無償化しますただしこれらの取り組みはそれぞれ相当額の予算を必要とするものです財政状況も踏まえながら単年度ごとに検証を行い 必要に応じて見直しを行っていくべきものと考えております。わせてクリス保育園においては今年の秋ごろをめどにおむつのサブスクリプションすなわち定額利用サービスを導入します。これにより保護者は保育園におむつを持っていく必要がなくなり園においてもおむつを個々に管理する必要がなくなるため双方の負担軽減につながります。 また私立保育園については各園の導入状況や今後の方針など調査をしているところですさらに子育て世帯の負担を軽減し子育てしやすい環境を整えることだけではなく出会いや結婚を望む方の支援も行ってまいりますその一つのモデルケースとして今年4年ぶりに開催されることとなった江戸川区花火大会において 産業団体の皆様と連携しながら、出会いを支援するイベントを実施することができないか検討しているところです。こうした取り組みを積み重ねていくことで、さらに効果的な支援のあり方を模索していきたいと考えています。今後も、結婚や妊娠を望む方の支援なども含め、スピード感を持って施策を展開していくとと,ともに、今年度行う未来を担う子どものための区民基礎調査の 結果も踏まえながら、50の子育てプランの内容自体もアップデートしてまいります。2点目は災害対策です。先日も台風2号に伴い、中川の上流域で大雨が降りましたが、区内に大きな被害はありませんでした。これは以前より区をはじめ、流域で進めてきた水害対策の効果が発揮された結果であります。 先日の2倍の量の雨が上流で降ってもハザードマップで想定されているような浸水被害が起こることはありませんただし楽観視はできませんこれからの時期は風水害への十分な注意が必要です本区は今後も区民の皆様に対し迅速で的確な情報提供に努めるとともに引き続きハード面の整備も推進してまいります 一方、地震については東京都が令和4年5月に首都直下地震の被害想定を10年ぶりに見直しましたそれによりますと区内の出火件数は62件で都内最多焼失する建物は1万4,421棟で都内で3番目に多いとされています建物の耐震化率は住宅が98%公共施設が100%でありともに23区トップですが 地震発生時の火災についてはさらなる対策が必要です火災を原因別に見てみますと最も多いのは電気による火災ですがその防止に有効な装置が関心ブレーカーカですこれは強い揺れを感知すると取り付けた電気機器の電源を自動的に止める装置で地震が起きた際あるいは停電から復旧した際に起こる電気による火災を防ぐものです。 東京都は区内の木造住宅密集地域にある約5万世帯にコンセント型の関心ブレーカーを配布する予定ですが本区はそれを区内の全35万世帯にお配りできるよう都の事業の対象にならない世帯にも無料で配布する事業を始めます。関心ブレーカーカのの設置率率ををにすることと出荷間もない状態での消化率を 90%に高めることで地震発生時の火災による死者数消失する建物の数ともに9割減少させることができると東京都は推計しています区内のすべてのご家庭を地震による火災被害から守るため区民の皆様にこの事業を活用いただけるようお知らせに努めてまいりますまた、危機の課題という観点では昨今の物価高騰の影響を受ける 区民のの皆様の負担軽減も重要なテーマですこれまで非課税世帯に対しては給付金の支給などを迅速に進めてきたところですがその支給対象外である課税世帯の中でも特に年金を主な収入とする高齢者世帯は同じく大きな負担を強いられています。そこで本区ではそうした方々の生活を支援するため 世帯合算所得が1,000万円未満の高齢者世帯を対象に1万円相区の特産品のセットのほか有効都市である鶴岡市南魚沼市安曇野市の特産品や区と包括連携協定を締結している大手スーパーの生活支援用品のセットなど さまざまな選択肢をご用意することで各世帯の状況に合わせた適切な支援につなげてまいりますさて先日は本区を拠点の一つとして活動するラグビーチーム久保田スピアーズ船橋東京ベイが見事日本一を果たすという大変嬉しいニュースがありましたチームの躍進に大きな感動を覚えた方も多かったのではないでしょうかこうした 見るスポーツの力は私たちに夢と希望を与えてくれるとともに社会全体の活力となるものです。本区とクボタスピアーズとは SDGs の推進に関する連携協定を締結しており選手の皆様には日頃から区民の皆様と一緒に清掃活動やリサイクル子ども食堂の支援など地域のための活動を精力的に行っていただいております。また今年の4月には ホストスタジアムである江戸川区陸上競技場のネーミングライツを取得しその愛称がスピアーズ・エドリク・フィールドに決定したところですこのように区内で活動する団体も私たちの大切なパートナーです本区は今後もクボタ・スピアーズと連携し地域課題の解決に取り組んでまいります振り返れば本区は以前から地域力を大事に培ってきました これは先人たちが長い時間をかけて築き上げてくれた財産であり今でも江戸川区を支える大きな力です時代が移ろいそれに合わせて少しずつ形を変えていくかもしれませんがやはり江戸川区らしい地域力区民の皆様の地域を思う力はいつの時代にあっても本区のアイデンティティであり誇りであります今後も本区に育まれてきたこの力を大切にしながら 区民の皆様、区議会議員の皆様とともに一致団結してこの住みよい江戸川区をさらに発展させ未来へと引き継いでまいりますご理解ご協力のほどよろしくお願いいたしますまた、ご覧の各議員から区政をめぐる諸問題について代表及び一般質問がありました 今回開かれました令和5年第2回江戸川区議会定例会の詳しい内容につきましては区議会だより第253号をご覧ください。